女子大のイメージはそしてこれからも女子大は凋落していくしかないのでしょうかはいあのじまあ、僕の偏見かもしれないんですけど女子大の研究結果で何かその社会にインパクトを与えたものって有名なのあります例えばそのほら 京都大学の山中教授とかが iPS 細胞を見つけましたとかじゃあその東京大学だとあの神岡ん定で,であのなんかノーベル賞をもらったみたいな先生とかっていうのでそのある程度男女共学の有名な大学ってその世界に対して影響を与えた論文だったりとか研究成果だったりっていうのがあるんですけどなんか僕が本当に知らないだけかもしれないですけどなんか女子大の先生って。 なんか女子大の先生ですって言ってエッセイを書いてる人とかなんかテレビで喋ってる人は見るんですけど実際その世界で評価されるようなその学術的な業績を上げてる例をあんまり知らないんですよなのでもしあったら教えてほしいんですけどなんかそれがないので基本的に女子大ってそのあの研究には向かないんだろうなというふうに思っていますはい いや本当ね偏見かもしれないねすいませんねはい